初めてのゲーム実況をしていこうと思います。ちょっと待って、ちんこちゃん、ちんこちゃん、ちょい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 、ん？ん？なんだこいつは。なんだこいつは。なんだこいつは。尻尾生えてる。いや、尻尾確か生えてるけど、なんだこの魚っぽいのは。お、結構レアなキャラなのかな、これは。じゃあ見てみましょう。サメミジンコ、鋭い牙に見える何かを持っている。実は草食系。草食系か。そうなのか。まあ、ミジンコ自体は、まあ、植物プランクトンを食べる、まあ、草食系であるから、わかるっちゃわかるけど、ああ、こういう方向性でいろんな種類が出てくるんですね。さあ、残り1分ですけど、いやー、全然たまらないですね、ミジンコちゃん。いや、このままじゃ、餌買えないですね、あの100ポイントのやつ。結構シビアなゲームですね、こう見ると。逃げたミジンコちゃんも回収してっと。あ、やっぱ買えない。買えないですね。いやー、あと25か。まあ、せっかくなんで。この10ポイントの方を使いますか。しばし放置。さあ、ここまでプレイして気づいたんですけど、もしかしてミジンコちゃんが外に逃げた時って、水槽の中にいるミジンコちゃんって減ってない説ってありませんか？要は、こう逃げた方がポイントをより稼げるとか、そんな理屈。ちょっとそれを期待して、試してみますね。じゃあ、プチ。プチ。プチ、一匹ずつの方が確実に、ゲインできるから。あっ！あぶな。え、皆さん今見ましたか？左で僕見ながらプレイしたんですけど、数減ってなかったんですよ。ミジンコちゃんタップした瞬間、みんな、ポイントがポンポン、1ずつ上がってるんですけど、逃げる瞬間だけポイントって増えてなかったんですよ。ということは、ミジンコちゃんが外に逃げることによって、ポイントをより稼ぐという手段は、取れない。ということですね。いやー、残念だ。じゃあ次。はい。やっと3時間が経過しました。見てください。このミジンコの数とポイント。これで100は超えると思うんで。早速ね、ポチポチしていきましょう。ポチ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 。超えましたー！やったぜー！よし、じゃあ早速使っていきましょう。あー、楽しみだ。次どんなミジンコになれるのかな？あれから24分経過しました。いやー、未だに新しいミジンコちゃんに巡り合いませんね。サメミジンコちゃんも未だに会えないんですよね、あれ以来。出るのかな、これ。ちょっと心配になってきました。じゃあ放置していきます。お！なんだその体の色は。なんだこのネズミ色。石かな？早速タップしてみますか。なんだろう。石ミジンコ？岩ミジンコ？なんだろう。石ミジンコ。体がカチコチなミジンコ。よくムキムキミジンコに砕かれそうになっている。ほう、なんか早速つながりが出てきましたね。この石ミジンコ以外にもう一人ムキムキミジンコっていうのがいるんですか？ちょっと見てみたいな。
はい、今日は普通のミジンコとサメミジンコとシミジンコを捕まえました。3時間半プレイしていて、この3匹だけだったので、いやー、これは難しいゲームですね。先が長いですね。またね、何か変化がありましたら、動画に撮って実況していきたいと思いますんで、それまでどうぞお待ちください。ではでは、ミジンコを育てることは大変だなと思ったミジンコちゃんでした。またねー。